NATO の歴史としてはまあ何だかんだ言って89年の、まあ、ベルリンの壁の崩壊とそれからまあソ連の、ね、崩壊91年のソ連の崩壊以降ですねまあ NATO はもともとまあそのソ連やワルシャワ条約機構に対抗するための軍事同盟ですからね、はい、まあ,ある種自分探しをずっとしてきたようなところがあったわけですけど今回ので NATO は自分探しの,の,の目的を 溶けたたみいなな感じんですか冷戦が終わったときっていうのはね NATO でありあるいは EU でありあ国連もそうなんですけどもみんな自分探ししてるわけですでね実は最も自分探しという意味では最もそれを深く行っていたのは多分東ヨーロッパでつまりそれまでワルシアワ約機という中にいたのがいきなりなくなってしまいましたから彼らは自分たちの安全保障をどう守ろうかと一種のパワーバキュームができたわけですよね。それをどうしようかっていうことで最終的にみんな NATO になだれ込んでいくわけですよね。 それからその自分探しという意味ではやっぱり例えば国連なんかはねあの冷戦が終わってまさにその米ソの対立というのが安保理の対立がなくなったために機動的に動けるようになったというふうにまあ思ったわけですよだから湾岸戦争なんかもそういう形で動いてそれであのブトロス・ガリ事務総長は平和への課題ということでそのこれからは国連がねその予防外交から平和共生から平和構築からすべてオールマイティでやるんだという形でなっ 姿勢をこう修正してきたわけです、うんうん、その中ではあおっしゃるように NATO はある意味やや方向性を失っていて、うん、かつその正当性もねもうそれいないのに何であるのい,い,らないじゃないか,いないないかとそういう時期は確かにあったんですよね。うん、ブッシュ政権のね特にまあ外交ではネオコン的ネオコン勢力というのがやはり牛耳ってたと思うんですけどもあのブッシュの息子子供の方ですよ。なぜそこまでこうなんて言うんですかね ロシアを軽視したというとあれなんですけども、まあ、もちろんさっきおっしゃったようにネオコンですから自分たちの民主革命のためにはあの体制変換や武力行使も辞さないっていうのがまあネオコンのね、まあ、心情ですからただとはいえあの先生さっきおっしゃったように例えばウクライナをあの入れればロシアと戦争になるっていう警告を、まあ、発してた。 指揮者ももちろんいましたしロシアをこれ以上追い詰めることは決して得策にはならないとなぜブッシュ政権はそこまでロシアを軽視して逆に言うとロシアを追い詰めることに対して無神経だったんだという先生お考えりますか。うに、んうん、そこは非常に難しい問題ですけど一つあるのは、うん、そもそもヨーロッパに対して、うん ブッシュ政権ってあのドイツフランスとの関係が悪くなりましたよねはより現実的に考えてロシアとの共存というのを考えるんですけどす、ねすね、アメリカそこはあんまり考えなくて、うんうん、でしかしアメリカの自信というのは新たに入った加盟国が 全部アメリカ支持だと、うん、つまりこれは古いヨーロッパと新しいヨーロッパの戦いだということをです、ね、あの一時あの言ってましたねだからそうなるとね実はそのこのイラクだってです、ね、ヨーロッパは反対してるって言ってるけど反対してるのはドイツとフランスとベルギーだとあと、うんうん、の国はみんな、ね、賛成で,で賛成どころか他の国はみんなです、ね、共同声明出してるんですよイラクに対して支持してると、ねはい、だからアメリカそういうです、ね、ヨーロッパから支持されてるというそういうその思いっていうのはあったと思うんですねでそういういい新しいヨーロッパ と言われてる国々とと、うん、もにロシアに対しては徹底的にあの封じ込めるという考え方っていうのはあったんじゃなないかなと、うん、ネオコンってねもともとニューヨーク・トルツキストでね、うん、アービング・クリストルからビル・クリストルへの流れの中で人脈を作ってきたということだけれどあのトルツキスト、まあ、この間も赤軍のねあのまあリーダー闘争50周年記念で朝日新聞に僕の記事を書きましたけれどもあのまあ同梱なんですよね。 あの世界同時革命からその世界永久革命へっていうふうな流れを構想していたであの日本コンって全く同じ発想をしていてあの共産主義ではなくてあの自由と民主主義を広げるということにはなっているんだけれど手法は全く同じなんですねだからそこにはね規範があるっていう点で単なるその覇権主義やね損得感情ではないというところが非常にややこしくて。 でそこがねあのつまり体制が違ううロシアのよよなな国にととっては恐ろろしいところなんですよつまり彼らはつまりトロツキストは元トロツキストですけれどもねあの思想が違うやつは許さないっていうふうに考えているそんなやつらがね支配している国なんてやっぱりめちゃめちゃ恐ろしいっていうことがある。あとねあのコングルマリットの問題ジュもそうおっしゃったけど。 あのユダヤっていうのはあの中国のハッカネットワークと同じでとにかく世界で最も強い血縁のネットワークを持っていてだからこれも実は、まあ、あのドイツだごめんなさいユダヤの人たちはディアスポラ中国はジェノサイドがあったのでということで血縁主義的に生き残ってくるわけだけどもそうするとね金融だけじゃなくて、まあ、19世紀金融だけだったけれども、まありとあらゆるところにあのユダヤの、まあ、金融から始まったネットワークっていうのが 広がっているのでだからネオコンのネットワークはユダヤのネットワークだからそこ、ね、こに軍需産業が入るななんんて、まあ、当たり前のことなんですよだからそれもね単なるあの利益がなんて言うんだろうそのデコとぼっこで組み合わさってもたれ合っているというね日本的な日本的なんていうか多くの国にありそうなねあの利益共同体ということとちょっと違っていてやっぱりあのユダヤのネットワークっていうね 規範をベースにしたつながりがあるというところもまたねちょっと他の国々から想像し難い問題があるということですよね,ねプーチンの今回の戦争の開戦の時の演説とかそ、うん、からその前に国民向けに、ねうん、あの自分のこれからあの戦争に向かう演説とか非常に長い演説してるんですけどそういったのを見るとですね、まあ、その独特の歴史観があってあ、ね、でそれはもうほぼ 帝国主義者ですよね、うん、要するにプーチンはソ連を回復したいあの共産主義抜きのでそれは要するに帝政ロシアの 半島最大半島みたいなイメージですよね、うんうん、そういうそのプーチンの固有の独自の歴史観みたいなものがあって、うん、彼はだからウクライナの国家性ななんてて認めてないわけですよ、うん、そういうものはアメリカの政策による対して、うん、そ,それに対するリアクションとして出てきたものじゃなくてですね、うん、もう固有のものだと思うんですねただしそれをどういうタイミングでどういうふうに出していくかっていう政策判断についてはその西側からの,、うん、そのシグナルあるいはメッセージっていうのを受けてやってるんで。 うん、そこはある程度はあの対応可能だったかもしれませんけど、うんうん、でもその、プーチンが持っている固有の歴史観そのものは、うん、もう非常にコアなものがあってでそれはもうあの要するにいや西側がどういう政策をとってもです、ね、やっぱり出てきたと思うんですね、うん、アメリカの武器援助は常に、うん、あの戦術的には、ね、負けないような最新兵器も含めて送ってますから、はいかはい、決してそ,のそこでそ,のそんなに強く抑制しているわけではないと思うんです。うんうん、ただし ドイツ、フランスのがもっと問題でドイツとフランスもこれはウクライナを負けないように我々は支援するんだ追い出すんだって言ってますけど実際にアメリカよりはるかに少ない武器しか送っていないんですね。でこれはちょっと驚くんですけど例えばウクライナに対する武器だけではなくて人道支援も全部含めた支援を各国の GDP 比で見たグラフですね。でこれ見るとやっぱりエストニアとかラトビアとかポーランドがですねエストニア、ラトビアポーランド この辺がです、ね、当然高いわけです、うん、これはあのロシアは脅威だとずっと言っている国ですから分かるんですけどこれを見ても,っも入ない、えー、ドイツは県,県外,で県外でフランスもこれ11位というここにいるわけですよね。うんうん、つまりヨーロッパの大国のドイツとフランスが非常にその実を言うと武器援助でコミットはしているけれども。 実際にはあまりやってない,って,ないっていうことがあって、うん、で、その一方で、例えば、あのショルツとかですね。うん、マクロンは一生懸命プーチンに電話するわけですよ。それで、うん、もう、あの。停戦、はい、をね、うん、の、感触を探っているわけですよ。うんうん、だから、むしろ。このドイツやフランスの動きの方が、うん、あの、やや。<laughs> このウクライナからずっとと不快だと思うんですね停戦、うん、がね、はい、どうなるかっていう問題と、はい、その後あの新しい秩序づくりがどうなるかっていう、はい、まあこの2つですよね停戦、ね、はあの例えばゼレンスキー大統領が言っているのは要するに2月24日以前に戻すこれはもう大原則だと言っていますで今のウクライナ軍の実力からするとそこまでできるかどうかこれはまあちょっと微妙なところだと思いますけれどもただしもし 2月24日のラインに戻るとするとそれはプーチンにとっては2万人近くの戦死者を出して何の原因も得ないで終わるということになりますからそれでプーチン政権が持つかどうかというこういう問題がありますよね。しし、ねはい、したたががってて月24日のラライインに戻ウクライナ軍が戻したとしても、うん ロシアがそこでやめるとはちょっと考えにくい。新鮮に直下ラインってことは逆クリミアは一応ロシアが持ってたまま、そ,それからドンパその一部も持って持ってるみたいな状態で、そこまででとにかく一旦停戦して、その後は交渉ですよっていう話ですよね。はいはい、まあ結局だからそこは凍結された紛争になってしまうと思いますけど、まあそれが実現可能かどうかともかく一つのベースになると思うんですよ。それをめぐって多分停戦がこれから動いていくでしょうと。それから新しいヨーロッパする。